日本群馬県安中市登場、秋間登場秋館は、群馬県安中市の地名。郵便番号は379-0102。面積は5.55平方キロメートル。薄水川に注ぐ99川支流の秋間川に注ぐ、久保川、神水川、外稲川などの流域に位置している。安中春名駅南川の住宅地は、東町ではなく、秋間実り川家である。 江戸時代末期からある地名だった。上秋間村が西上秋間村と東上秋間村に分尊して成立した。はじめは安中藩領であり、天南元年に幕府領大官高室氏が支配し、上京元年に旗本北見氏料となり、元禄元年からは幕府領大官高室氏が支配し、同五年から旗本米倉氏料だった。 2017年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。JR 東日本北陸新幹線、安中春名駅があるが、停車する列車の本数も限られていたため、秘境駅の一つに挙げられることがある。国道は通っておらず、県道は群馬県道48号下2と安中倉淵線。 群馬県道122号八本松松井田線、群馬県道215号、めぐみ沢うざわ線が通っている。安中市資料館町内に安中市から指定された緊急避難場所はない。ありがとうございます。